どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけどもこちら、新100式チャレンジのアグリゲートのテンプレ編成紹介していこうと思います。昨日もね、アグリの組み方解説したと思うんですが、今日紹介するアグリ編成は、まず帯、雲、そして暗闇耐性、そして十字も完備しております。はい。なんで、帯、雲、暗闇っていううざいギミック全体をしてて、十字で超暗闇も対応できて、さらに回復力も過剰なぐらい盛られているので、すごい安定感のある編成になっております。正直この編成組めれば、もう50周周回する上でめちゃくちゃ活躍してくれると思いますし、まさに50周とか周回する人向けのガチ勢向け編成になっております。今日はアグリの最強テンプレ話していきましょう。編成こんな感じです。はい。リーダーアグリです。こちら、リダチェン対戦に全パラ強化つけてあげて、こちら、カルト武器継承ですね。はい。からのアグリです。マシンキラーに全パラ強化3突してあげて、こちら、全逸武器継承ですね。はい。で、からのこちら、ゼロです。スキブにアシスト無効回復 HP 強化プラスに、こちら、玉子武器継承です。はい。で、からのこちら、フェニックスライダーです。バインドに HP 強化3突で、桜ミク継承ですね。はい。で、アグリゲートです。全パラ強化4突に、こちら、カノクロネ武器継承で、ラスト、フレンドです。全パラ強化2つ、回復強化マシンキラーに、ファスカ武器継承となっております。という感じの編成ですね。編成難易度自体はもちろん、アグリゲートをね、4枚使ってる時点で断じて低くはないんですが、その分、めちゃくちゃ安定する、もう回復力もバケモン強くて、耐性も完璧な編成なんで、今日は実際にこちらの編成を使ってね、そう、泥強もめっちゃあるからね、泥強もあって、アシスト無効も対策できて、帯雲暗闇十字あって回復力も高い。正味理想にかなり近い編成だと思います。だから理想編成です。なんでこれ組んでやってもらえればなということで、今日は最強テンプレ使って新100式破壊していこうと思います。やっていきましょう。さあ、1階層からやっていきましょう。まずはアグリゲート変身していきます。からのアグリゲートを変身していきます。からのアグリゲートを変身していきます。からのもう一発アグリゲート変身です。はい。そしたら桜ミク使ってあげて、玉子使いましょう。はい。からのアグリゲート変身して、フェニックスライダー、バレン打ちます。からのアグリゲート変身していきます。からのアグリゲートもう怒られそうがやめよう。で、アグリ使って、アグリ変身していきます。はい。で、向こう側組みながら倒していきましょう。これでワンパンしていきましょう。もうこの編成はとにかく50周とかする上では最も安定があるんじゃないかな。正味これより楽に勝てる編成。なんていうの、パズルが難しいんで、結局そういう点では、なんていうの、楽な編成かどうかって難しい部類なんですけど、パズル組める前提で話すと、アグリはもう一番楽ですね、正直。これが最も安定すると思います。ここもアグリ使いましょう。パズルが組める前提ですよ、もちろん。アグリってパズル難しいんでね、光無効貫通と、ね、あれしていく必要があるんで、パズル組める前提なら一番強いと思います。パズル組めないんだったらさすがにノバの方が強いけど、組めるんだったら絶対アグリですね。アグリパズルが組めるなら。で、これで半分まで削ってあげて、フェニックスからのアグリ使いましょう。で、アグリ打ってあげて、ここもワンパンしていきます。でもこの編成は本当にでも安定感最高なんで、正直めちゃくちゃおすすめですね。組めるんだったらこれでいいと思います。そのぐらい安定します。回復3ゲしてフェニックスライダーの回復エンハンス入ってたらこんぐらい回復するんですよ。16万とかえげつないよね。で、入ってなくても10万ぐらい回復するんで、マジで回復力過剰に盛りまくってる編成です。トゲがどんだけあろうが回復4ゲし1個で余裕で回復できちゃうぐらいに強いので、もう庶民バケモンですね。で、ここはゼロからのアグリ使ってあげてワンパンしていきましょう。とにかく焦らずにパズルしてほしいのと、毒王邪魔光が組めてるかどうかだけは必ず確認してください。マジ毒王邪魔光組めてないのに指離すと終わりです。その瞬間アグリはそこだけ注意していきましょう。さあ、続きまして4階層です。ここは3ターンだけ右タゲで耐久していきましょう。アグリは毎回使おうかな。耐久します。はい。一旦こんな感じで4色組ん、これで殴っていきます。で、もう一回アグリ使いましょう。アグリは毎ターン使います。はい。で、必ず右タゲで殴っていきます。倒したと困るんで4色絶対に組んでいきましょう。でこれでまあフェニックスライダーのスキル溜まってます。はい、フェニックスライダーのスキルを溜めておけないとこの後積むので、こうやって耐久してるって感じですね。でアグリもう一回打ってあげて、これでもう一発だけ耐久します。ここまでが耐久ですね。はい、これで合計で3ターン分耐久完了です。アグリ使って3回組むだけです。54番面に関してももうこれで完全に消えてくれます。そしたらアグリ使って突破していきましょう。これでも必ず無股間とお邪魔毒回復を意識して組んであげてワンパンしていきます。もうとにかくアグリはね、タイム意識しなくてもどうせタイマー勝手に出るので、パズルミスだけないようにしていきましょう。はい、突破です。で5階層です。あでこれ A ルートと B ルートに分かれます。はい、トゥエレのみ B ルートで、一番ゴミです。こいつはもうちゃんとゴミ。トゥエレ以外はめっちゃ楽な A ルートに分岐します。はい、まずこいつ 1C 組んでからバレン使って3三下して殴っていきましょう。そうだからね、こいつだけ外れなんですけど、まあ、そこはご了承ください。まあ、もちろんね、光半減あるんで仕方ないんですけどね。ここは光2コンボで削っていきます。はい、光3三下しで削っていきましょう。まあ、今回光1コンボしか組めてないですけど、まあ、その分次のターンちゃんと組みましょう。だから3パンするイメージですね、マジで。コマアグリ使います。はい。3パンするイメージというか、普通に3パンします。はい。ここもう一回アグリ使って殴りましょう。16コンボです。OK。で、これでもう一回殴ってあげて、削り。そしたらアグリ使ってあげて、これで、無互換組んで殴っていきましょう。これで回復4消し含みながら無効貫通含んであげて15コンボです。さあこのまま倒していきましょう。突破です。これで倒していきます。3パンです。でこいつの場合だけね B ルートに分岐すると思ってください。もう7回その話ですね。これはまあレシート参考にすれば分かるんでレシート見てください。でここはアグリ使いましょう。ルーレット完全無効です。これでしっかりと無効感を含みながらワンパンしていきましょう。泥強ゼロでもワンパンできるのに、今回泥強めっちゃ入ってたんで、多分余裕で倒しきれます。はい、これでワンパンです。もうこの火力だからね、アグリは。で、7階層です。はい、まず、終わってんな、これ。まあいいや。これもどうせ50周する上でみんなも絶対このルート引くからね。一番このダンジョンが面白くないルートです。はい、テオレからのミネルヴァですね。で、別にこれもさっき A とか B とか話してましたけど、こいつ来たらもうマジでゴミなんで何にも変わりません、本当に。ただこの編成は、こんだけ外れキャラ引きまくっても、ただ時間かかってめんどくさいだけで、負けることはもう正味絶対にないと思います。パズルミス以外では。パズルミス以外ではね。っていう強さしてると思います。ちなみに AB の話なんだけども、単純に、ネプチューンとかバスとか引いた場合ですね、に立ち回りが少し変更入るって感じです。はい。まあただ、どっちみち何がともあれ、結局、圧倒的に、テオレは外れたし、ミネルヴァも外れです。もうそれだけ分かってもらえればいいかなと思います。これ本来ですね、最速ルート引いてれば、カミラはワンパンできますし、かつネプチューンとバスドに関してもワンパンで突破することができます。はい。なんで当たりなんですが、逆に外れ引いた場合はこんな感じでちょっと耐久が増えるって感じですね。はい、でもこれで3ターン耐久終わったんで、2パン突破していきましょう。あ、そうで0が残ってる場合に関しては一応3ターン目に0使って殴ってから4ターン目突破とかもできたりします。はい、まあまあいいでしょう。今回はもう仕方ないんで。でまあもちろん無効貫通で3色含みながら殴っていきます。はい、もう絶対にミスだけはないようにねしていきましょう。はい、これでまずは半分まで削りです。そしたらアグリ使ってツーパンしていきましょう。で、これで無効感含みながら倒していきます。2パンです。OK。13、14、15。さあ、これで無効貫通含みながら2パンで倒しきっていきましょう。突破です。ナイス。さあ、続きまして8階層です。ここはライダーの軽減スキルを発動してあげて、半分まで削っていきましょう。アグリからのライダー使います。マジパズルミスないようにね絶対油断せず殴っていきましょう。でも回帰力が本当に高いので、まあマジ心配いらないし、半分樹もトゲ作ってくるけど全く問題ありません。半分樹発狂はライダーの軽減を利用してあげて、これで耐久です。はい、でアグリ使いながらしっかり倒していきましょう。これでもうこんな感じで回復を仕組んだらバケモン回復するし、なんならクマンクとも回復追いつくぐらいには強いです。もうこれで、しっかりと2パンしていきましょう。アグリの圧倒的回復力で2パンです。でもボス階層です。ここまで来たらもうめっちゃ楽やね。ひたすらアグリ打って殴り続けるだけです。てかさ、今さ、今回この編成で最も遅いルートなのね。これってテオレ引いてその後にミネルヴァ引いたから最も遅いルートなんだけど、まだそれでも残り25分あるんですよね。ここまでたった10分。やばくないですか？最も遅いルートでこれって結構えぐくない？だから強いのよね、この編成は。ここから本当にパズルミスないようにだけ注意していきます。いや、本当にアグリ編成の負ける要素ってマジパズルミスだけなんですよ、とにかく。無効感ミスっちゃったとか。まあ、特に多いのが3色組み合わせれちゃったパターンやね。結構多いと思うので、そこは注意していきましょう。アグリ使って無効感組んでいきます。危ねえ、なんか無効感ミスってたけど、これでしっかり殴っていきます。はい、15コンボです。もう全然タイムよりもね、パズルミスしないことが正義なんで、本当にパズルミスには徹底的に注意して殴っていきます。いや、マジそれが一番大事だからな、本当に。パズルミスしたら元も子もないから。で、ここはアグリ使って殴っていきましょう。はい、これで。まあ、ちなみにこの遠征は初手で2回殴るんですけど、2回殴った時に、半分まで削れたら、まあそれもそれで別にいいんですけど、半分まで削れなかった場合に関しても、相手が闇属性に変化してくれるので、確実に削りきれるようになります。まあ、とにかくなんかまあ、ボス削りやすいよってことです。わかりやすく言うと。今の説明ややこしいと思うんで。そこのね、白蓮光さんはね、副属性、4ターン目に属性変化が入るんですけど、4ターン目に属性変化するとき、闇属性の場合は火に変化します。火属性の場合は闇に変化します。そう、こんな感じで今回闇だったんで火に変化してるんですけど、まああえて 50% の視点で半分まで削らずにこいつの属性を闇に変えるとかっていう立ち回りもできるっぽい。まあでも別にアグリ強いんでそんな意識しなくていいです。どっちでもいい、構わん。はい、これでまあ殴っていきましょう。また無効眼組んでいきます。でアグリ使ってもう一回殴っていきましょう。最も遅いルートでもこの速さっていうのがすごいよね。意味もなくフェニックス使っとこう。空打ちしときます。はい、もはや空打ちとは言わんけどね、だって使わんから。この後も OK。 これで無効感含みながら倒していきます。でこれで14コンボで殴りです。さあ、そしたらですね、あとは残り2回殴るだけで倒していきましょう。でまずはアグリ打ってしっかり削っていきます。はい、3コンボ減少とかもうほぼ関係ないですね。はい、これで光無効貫通含みながら、まずは一発殴っていきます。もう絶対にここからパズルミスしないように。14コンボで、まずは削りです。はい。OK。ラストを無効貫通組んで終わらせていきましょう。という感じのね、編成でした。いかがでしょうか。マジでアグリ使うと、めちゃくちゃ安定するのよ、とにかく。この安定感って他の編成に出せないんで、結局ね。そういう意味でもアグリはかなり強いかなと思います。ぜひね、アグリゲート3体組める人は、こちらの編成使って、新百式周回してみてください。じゃあ、チャンネル登録、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。